こんにちは、ミントです。はい、ついにこのゲームをやる時がやってきました。サイバーパンク。私、ブレードランナーっていう映画が好きで、なんか、その映画とね、結構世界観がなんか似てそうだなっていうので、興味を持ったんですね。なんだっけ、キアヌ・リーブスが協力してるんですよね、確か。まああんまりよく下調べっていう下調べはちょっとしないでいて、とりあえずね、初見でやっていくんですけど、イージーはストーリーを楽しみたいプレイヤー向け。ノーマル、ハード、ベリーハード、どうしようか。まあ、とりあえず、ストーリー重視でやりたいから、ちょっと私、ゲームもね、ちょっとあんま上手くないんで、イージーでやろうかな。ライフパスを選択する。あー、なんだこれは。バッドランズを放浪し、スクラップを漁る。燃料タンクを襲撃するとか。金では買えない素質だって言ってる。なんか略奪系なんだね、これはね。ノーマットっていうのは。ストリートキッド。ストリートを知りたければ、ストリートで暮らすしかないと人は言う。ケチな売人たち。彼らは君の育ての親だ。なんだろう。ギャングなの？これはコーポレート。生きて企業の世界を離れられる者は少ない。魂を失わず離れられる者はさらに少ない。情報を武器に戦ってきた。なんだろうな。潜伏系とかってやつなのか、こっちは。ノーマットにしてみようかな。体。まあ女性なんで、じゃあ女性にしよう。一応私女性です。はい。キャラメイクは少し時間がかかりそうだから。一旦カットしますかね。ミントポンガーデン。はい、大体のキャラメイクが終わって、今度能力を選ぶみたいなんですけど、保有ポイントが7なんだって。どうしよっかな。まあ、この世界で生きるには、肉体は上げといた方がいいよね。技術4にして、肉体6にして、あれ？もう上げられないの？ 5 が最高？あ、いいんだ、いいんだ。6にして、視力4ぐらいにしとこっか、じゃあ。こんな感じ？で、次。これでいいかね。決定。さ、一応キャラは作ったけども。さあ、この世界で生きていけるかしら。ちょっとね、ドキドキですね。お、出てきましたね。ワッペン。ワッペン？何ワッペンって。まあいいか、ワッペンを外す。バッカーズ。カップリングモジュールだな。来た時は大したことないって言ってたのに。すぐ治るって。サイバーバンク2077へようこそ。ナイトシティが初めての場合は、チュートリアルを通してゲームの基本的な仕組みを学ぶことをおすすめする。そうだね。チュートリアルはしっかりやっとこう。間違ってたぞ。気に入らないなら予想は当たれ。怪しげなノーマットを歓迎する奴はいないがな。
はい、整備士と話す。エンジンを調べる。どう言って約束した額は払う。おい、こっちも暇じゃないんだ。分かった。どいて。おい。どいて。車を修理する。うん。カップリングをバイパスして配線を直結させる。カップリングをバイパスして配線を。止まらなくなるぞ。そうか、ノーマットだから車手に入るのかな、もしかして。どうやって乗るのこれ。車の乗り方、こっちか、運転席こっちだよね。乗る。さて、一か八かね。一か八かね。おお、なんか車内かっこいいやん。エンジンをかける。運転できるかな、うまく。諦めろ。うまくやったな。問題はいつまで持つかだ。あ、待って、この整備士の、この整備士の声優さん知ってる。なんだっけ、なんかスカイリムの、あれ、なんだっけ、あの雑貨屋の人じゃない。どうしたってんだ。違う。ジャッキー・ウェルズを探している。誰、ジャッキー・ウェルズって。ジャッキー・ウェルズってやつを探してるんだけど、何か知ってたり。うん、知らないのか。無線局につなぐ。うん。ボンボロだからな。アンテナもちゃっち。大して拾えないと思うが。あ、そう。マイク、客がいるとは珍しいな。1、2時間ほど経つから、てっきり挨拶したもんかと。まあ、気にしなくていい。後で話そう。うん、保安官来たら大丈夫。普通町に来たら、まずは保安官に挨拶。一般常識だろう。コーヒーでも飲みながら、なんかイチャモンつけられてるよ、ちょっと。ここ謝った方がいいのかな。まあ、ただの通りすがりだから。別に長居するつもりはない。うん、すぐ出てくるから大丈夫。それじゃ質問の答えになってないな。威圧的だね。俺はアンドリュー・ジョーンズだ。知ってるだろう。うん、いや、知らないよ。いや、知らない。前の戦争じゃ特殊部隊にいた。シルバー将軍に聞き覚えは。知らないな。いや、全くない。うん、愛想のないやつだ。これ文字もうちょっと大きくしてもいいな。ちょっと見にくいから。設定で変えられないかな。ノーマッドの車か。案の定だな。直したらすぐ出るよ。心配しないで、直したらすぐに出ていく。ああ、ぜひそうしてくれ。俺はノーマッドってやつらが死ぬほど嫌いなんだ。まあ略奪してるからね。私は一人よ。プランもキャンプもない。私は一人よ。嘘だな。ノーマッドはいつも集団でいる。うちは解散した。だからナイトシティに行くの。そうです、そうです。はぐれ者の中のはぐれ者か。はい。そしてここもお前の居場所ではない。はい。電波塔を使わせてほしい。電波塔、あ、ラジオ聞きたいって言ってたもんね。来る途中で電波塔を見た。アンテナがダメになったから無線を使わせてほしい。俺はお前に消えてほしい。しのぶの言わずにな。これ以上心をうろつかれると目障りなんだよ。まあ保安官からしたら嫌だよね。揉め事を起こす気はない。だったら、長押しでガレージから出る。おお、運転できるよ。大丈夫かな。ハンドル、どこばって。電波塔どこ。あっちか。やばいな、私は運転下手くそだからさ。ちゃんといけるかな。あっちか。ウィー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 。
あ、危ない。待って、今にぶつかるとこだった。ああ、来て来てよ、電波と来てよ。おお、着いたよ。まだダメ？もうちょっと近く？B 長押し車から降りる。こんなとこに駐車して大丈夫？取られたりしない？鍵かけといた方がいいんじゃないの？開ける。蹴る。敵とか出てくんじゃないの？これ。大丈夫？ジャンプとかできる？これ。あ、できるできる。A でジャンプだ。A でジャンプ。あ、待って、こけちゃった。待って。あ、ジャンプしすぎると何？こけてダメージ受けるの？これ。ちょっと。よいしょ。ここ登るのかな？どうやって登るんだろうか。あ、普通に近づけば登れるのね。いいね。開ける。今のとこ順調だよ。でもこれチュートリアルって言ってたからね。敵は最後の方に出てくるかな。さあ、どうでしょう、電波は。もしもし？もしもし？ああ、やっとつながった。マッコイ。ウィリー・マッコイ。声が聞けてよかった。俺もだと言いたいところだが。助けてほしいの。最後にもう一度だけ力を貸して。はい、これで何度目だ。運び屋の仕事を受けたんだけど、依頼主の場所がわからないの。依頼主の場所がわからない。待ち合わせの時間と場所はちゃんと守ったんだろうな。うん、もちろん。まあでも車が壊れたっつってね。なんかもちろんつってか。当たり前でしょ。とにかく依頼主が伝言を残してるか調べてほしいの。わかった。これが本当に最後だぞ。そいつの名前はジャッキー・ウェルズ。ジャッキー・ウェルズ。あったぞ。農場で待ってるとさ、位置情報を送る。ありがとう。オンに切るよ。ああ、じゃあ達者でな、B。二度と連絡するなよ。二度と連絡するなよ。とりあえず無線は繋がったね。おっと、新たな目標値が。ここら辺アイテム落ちてないかな。ゴミしかないね。ん？これは、あったよ、これ。これ、どうやって拾うの、これ。ん？これって、B でしゃがんだりできるんだ、こうやって。まだね、ちょっとね、操作がね。こういうの、これアイテムなんじゃないの？これどうやって拾うの？拾ったりできないのかな？アイテムじゃないのかな？まあいいかな。よしよしよし。あれ？ほら、こっちにもあるよ、ほら。あ、ヘアワックス。あ、やっぱ取れるじゃん。さっきのアイテムだったんじゃないの？視点をちゃんと合わせないと取れないのか。どっから行ったんだっけ？ちょっともう一回登ってみよう。これ時間経過とかあるかな？これこれ。あれ？でも出ないな。X ってさっき出たんだけど、X って。バグかな？バグで取れないのかな？ないな、じゃあな。やばい。死ぬ。やばい、チュートリアルで死ぬ。落ちちゃった。やばい、やばい、やばい。回復してった？あ、よかった。あ、そっか、そっか。ちょっと、慎重に。この子すぐ怪我すんだな。
とにかく車に乗ろう。へい。なんか調子こいてなんかやってると、待ち合わせ場所に行く。車壊さないようにしないとね、ちゃんとちょっと物にぶつからないように。850m、これ道、でも道にちゃんと沿って行った方がいいよね。どうしよう、敵とか出てくるのかな、道走ってると。怖いよ。あ、なんかいるな、人が。話しかけたいけど、でも、ノーマットだっけ？ノーマットだと、ね、嫌われてるからね。教えてくれないかな。